ブルース・フェアバーンは、カナダのバンクーバー出身の音楽プロデューサー、ミュージシャン。少年時代より、ピアノとトランペットの練習を始め、中等学校に在籍している時に、自らのバンドを結成し活動する一方で、コミュニティの楽団でもトランペットを演奏していた。1970年代に、自らジャズバンドに在籍して、トランペットを演奏しながら、ジャズやブルースのジャンルを中心に、 プロデュース活動を細々と始めるようになり、1980年頃より本格的にプロデューサーとして活動を始めた。ハードロックバンドのアルバムに携わることが多く、全世界で3000万枚売れたと言われる、ボンジョビのワイルド・イン・ザ・ストリーツや、低迷していたエアロ・スミスの人気を復活させたと言われる、パーマネント・バケーションなど、商業的な成功を得た作品が多い。 他にも AC、DC のレーザーズウェッジ、バン、ヘイレイのバランス、キスのサイコサーカスなどを手掛けた。遺作となったイエスのラダーをプロデュースした直後に自宅のスタジオで死去。遺体は自宅を訪問したイエスのメンバーとスタジオの共同管理人によって発見された。死因は家族の意向により今でも明かされていないが報道では 睡眠中に何らかの症状が原因でそのまま死亡したとされている。同年発売されたイエスのライブビデオハウス・オブ・イエスに収録されたラダーのメイキングビデオでインタビューに答えるブルース・フェアバーンの姿を見ることができる。既婚者で三男の父であった。ありがとうございます。